はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は5月12日火曜日、時刻の方は7時47分から8分になりました。テレッテテーン、グヘヘヘ。はい、そんなわけでね、今回はアイビデオの話題になります。まあ、レンタル Wi-Fi 業界ね、もうあれに荒れておりますね。もうすごいことがどん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 次から次とやってきておりますね。花火さんがずっと予告をしていたことが、ついにね、まあ、どん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 実現しているということになりますね。まあ、せばいちょっとね、喉痛いんでお茶飲まないとね。もう起きてからもう今もう8時でしょ。1時間半ぐらいずっとね、いろいろ調べ物をしていたんでね。やっぱ動画作る前にはね、いろいろ、まあ、仕込みもあるんだけど、準備したりとか、今回はまだ少ないんだけどもね、うん、あちこち見て回って今実際どうなってるんだろうっていうね、そこ調べてから作るんで、やっぱどうしてもどんなに急いでもね、歯磨いて顔洗って今洗濯物しながらね、やるとやっぱ1時間2時間は過ぎちゃうよね、あっという間にね。さあ、喉が渇きました。よいしょ。昨日もね、ずっと疲れてるとこ喋ってたんで喉潰れちゃったね、ちょっとね。よいしょ。お湯ちょっと熱いかな、ね。はい、そんなわけで、行きましょう。今回の情報、よいしょと。はい、実はね、5日前から始まってるんだね、佐々木亮介さんの投稿ね。元気なうちこんばんは。これ5日前ね、これね、アイビデオのシムが表メニューから消えました。表ではね、それとその他の 100GB304ZT に関しても大幅に値上げしております。ここまで大きく表のメニューが減ったのは初めてではないでしょうか。また値上がりについても今までにない値上げになっていますよ。今後はアイビデオの方にもやっぱり影響が出ているようですね。今年はとにかくレンタルシムおよび Wi-Fi 端末に関しては厳しい年となりそうですね、ということで、これが5日前で、本日3時間前ね。もうおじいが起きて1時間前にはもう書き込んであったってことだね。元気なじおはよう。今日はアイビデオのホームページを見たらびっくりしました。今までにない、承認のラインナップでどうしたのかな、もうこれで終わってしまうのかなってちょっと驚いております。やっぱりいろいろと問題があったのでしょうか。今後が心配です、ということで。で、今アビエルのホームページを見たらってことなんだけど、実際ね、ツイッターとかね、こうリンクがあるよね。で、まあ、Facebook とかそこら辺は、Facebook とインスタは、おじはアカウント持ってないので、ログインすることができません。それで、LINE の方も、今月に入ってからの、あれがないよね。全然ね、宣伝文句がなくなっております。で、やっぱりね、今月、5月っていうのは、一番あっちこっちで影響が出てる時期なので、もう前もっていろんなとこが言ってたよね。なので、まあ、これが起きても不思議ではないということです。実際にちょっとね、今見てみると、よいしょ、このね、アイビデオなんかもツイートは4月29日で止まってます。で、 LINE でも、このツイッターでも毎日毎日とにかくポコ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 ね、ボット使ってポコポコやってたものが、これがなくなっているということになります。で、今現在のラインナップを見てみると、よいしょと、まあ、ここだとちょっと見にくいよね。はい、これが見やすいよね。今現在何があるかというと、ドコモね、ドコモ 502HW、 まあこれ SIM フリー化して入れてるんだけどね、ドコモ1ヶ月3ギガプランが月額600円で、この中身の SIM があるので、
ドコモの SIM ね、SIM フリー専用を1ヶ月 3GB、 これが500円、あの端末のレンタル料が100円ということになります。で、元気なおじいもね、過去にあの発売した時に真っ先に借りてあの開封動画を作りました、ね、え、この日本と韓国 4GLT 極超大容量ってやつだね。これがあの1日370円、ね、で、あとね、写真が変わってるんだけど、変わってるとか、なんか世界137カ国、これ1日2041円で、元気なおじいが過去に借りたやつはこっちのバージョンなんだよね。1日2041円、今出てるこっち側のバージョンでした。日本韓国専用ではなくて世界137カ国バージョン、あと緑のもう一個のグロカルミ G3 のやつもあって、そっちの方とね、あの両方借りたよね。で、借りたんだけども、ローションで受け取りにして、で、なかなか受け取れなかったっていうね、まあ、ちょっとトラブルもあったんだけどね。このラインナップ、そしてあとはあのバッテリーね、そしてよいしょと購入コーナーね、購入コーナーで、SIM フリー機種のアイビデオのあのオリジナル商品です。 IV501 ね、これ中身が確か ZTE だけかね、違ったかな、確か管理ができるから、そうだよね。で、これが9900円で、バッテリーが1080円、この本体とこのバッテリーを販売しているのみということで、一応あの表メニューからは消えております。で、これに関してなんだけども、原因はいろいろ考えられると思います。で、アイビデオの場合は、あの去年の Y モバイルね、元気なおじいも603と502が、つい今月の何日だかな、何日したかに返却期限を迎えたので、50ギガプラン。603はあの昔いたからね、そのまんま期限残したけど、もういいやって返しちゃったんだけど、502はね、あの皆さんが検証をちょっと知りたいって言ったから、あのそのまんま延長しました。これ数日前にもう去年あの検証必要だっていうことで50ギガプランにされて、で返却するかそのまんま使うかね、まあ、使うことはないんだけど、一応手元に残ってて、で、あのアイビデオのね、前はね、1週間ぐらい前にメールくれたんだよ。まもなく返却期限ですとかって。もう返却期限当日しかメール来ないんだよね。なんでおじいもうっかりしてて、あっと思って。で、本日の23時59分59秒までにポストに入れてくださいってこうあるんで。なのでね、どうしようかなって考えたんだけど、あ、そういえば、今この時期だからね、一回手放したら、ちょっとあれかなと思ったんで、ちょっと起点を聞かせて1ヶ月延長しました。これね、50ギガプランがどうなるかで、今なぜこのようになっているのかというのが、いろんな考えがあるんだけれども、事前の情報から見て分かるように、もう5日前の段階でいろんなラインナップを調整に入っていました。これね、で、サンマリオンジェットに関しても大幅に値上げということだよね。で、この大幅に値上げがまあいくらなのかわからないけど、5000は超えないはずなんだよね。過去も4800円ぐらいが上限だったから、大幅に上がる人ってどれぐらいまで上がったかわからないけど、5000超えたのかな、どんなのかなって感じで、まあ、4000いくらぐらいで普通に言ったけど、大幅っていくらぐらいなのかなっていうね、1枚とか2枚とかするぐらいなのかなっていう、ちょっとよくわかんないんだけどね。よいしょ、はい、お茶飲みます。ピューピューで、値段が上がるのは需要と供給ね。アイビデオの場合は昔からゴールデンウィークとかね、秋とかね、観光客相手にね、やってて、で戻ってくる時期ってのがあるので、で在庫寝ててもお金はかかるんでね、その時期はもうびっくりするような値段でキャンペーンしてくれて安く出していました、アイビデオはね。
なのでその時期に借りると一番お得ですよ、1年で一番お得ですよとかね、そういう時期があってね、それが本来はゴールデンウィーク明けの今ぐらいが一番最高が余ってね、みんな観光客が帰っちゃってね、うわーってだいたい今ぐらいからね、雨の日キャンペーンとか6月とかね、だいたい5月のゴールデンウィーク明けから1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっとぐらいかな、ものすごく安いキャンペーンがね、毎年毎年あったよね。で今年の時期はない、ね、でなんでなのかっていうと、まあ、在庫の、ね、状態もあるだろうし、このゴタゴタの中で、であとはね、元気なおじいが、ね、一人で「アビデオアビデオ」ってこう言ってる時代からそうなんだけど、501しても304にしても303も全部そうだったけど、あの頃でさえすぐに売り切れたよね、あのちっちゃかった頃に、あの頃に出すとすぐに入れくれる、で入荷は11の見込みでして、ちょっとしばらく先になっちゃってね、で何週間後に入りますとか、そんな感じだったよね。で今はもう大きく成長したので、まあ、いろんな人たちがこの Wi-Fi 業界、ね、まあ、荒れてるというか、特定の悪質な代理店が、要は話をまとめると悪いことをして、ね、この代理店が企んだことであって、で、まあ、この代理店が一番悪くて、それで、まあ、下側で、下ろしてこうやってたところっていうのは悪くないとは言わないけど、全くのカレンダーワールドみたいに全くの被害者みたいなところもあれば、まあ、ある程度はお主も悪いよのっていうのがね、おうどういるの饅頭でございますみたいなね、そんな感じでやってたところもあるだろうしね、どのみちね、今回はもう話が見えてきたよね、この特定の代理店が考えられないような要は悪巧みでね、で一気に、まあ、分身の術っていうのを、なんかやっぱり簡単に言うとね、100人分のお金しかないのに1万人10万人に売って儲けようっていうね、まあもうほとんどもうそれに近いっていうか、もう同じようなことだよ、ニュアンス的には。それをやっぱりやっちまったので、ここのところがトラブってる。であと全体的にそんなことシステム的に悪用してそんなことをするから、ソフトバンクがね、やっぱり調査に入って、それで今厳しい状態にある。それがいろんなところにも影響してるっていう、こんな感じじゃないかなと思います。それで、i ビデオの方の表メニューから消えたっていうのも、大容量プランとかね、そこら辺を表に出すっていう、ただ100ギガまでだったら OK なのにソフトバンクのものがないっていうね、でちょっと前まであったけども大幅値上げしたなくなってしまうのを、もう見えていたっていうね。でこれがどういうことかっていうと、まあ、ちょっとやばいから下げる、今月はね下げるっていう、5月に入ってから何にもアピールした4月の29日以降は何にもアピールをしていないというのがあるよね。おじいがこうやって言うと何か出してくるかもしれないけど、でも今のところ出さない。なんでかっていうと、もう今ほら裏メニューとかああいうのを、本当は裏メニューがあるんだよ。使ってるお客さんには延長のお知らせとか、こっちの方にっていうメールでちゃんとページが存在しているので、商品ページは抹消しないんでね、なんであと商品ページの番号を変えてこういっぱいこれはいくらこれはいくらのやつでこう延長用とかこういろいろ作って、その商品ページは存在しているので、なのでね、ないわけではない。で今利用しているお客さんが、あやばいどうしよう困ったっていう、それがないね、レンタル追加でレンタルしたりとか延長したりとか、そこら辺はおそらくできると思うんだよね、今までの流れで言うと。それで、特にこれは事件では何でもなくて、昔は1日2日で、ね、すぐに売り切れちゃったアイビデオも、もう今は大きく成長していたので、ね、どんな時も Wi-Fi とかそういうところが、いろいろやらかして、ね、それでさ、
アイビデオがいい、アイビデオがいい、アイビデオがいいってね、おいしいからだけアイビデオ、アイビデオ、アイビデオって言ってる時はね、叩かれて叩かれて叩かれてって感じでね、で、ほら見ろよって感じでね、一緒にね、立つと、アイビデオ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 ってね、ほんと、今振り返ってみると、昔の視聴者さんも思うと思うけど、おいしいがあんだけアイビデオ、アイビデオ、アイビデオってね、もうアイビデオ行ってくる、やっぱアイビデオ、最終的にはアイビデオに戻ってくるとかで、ね、ずっと、あんだけずっとやったよね、もう、今のモノワイフみたいな感じでずっとやってたんだよ、ほんと、なんもメリットがないけど。で、あの時っていうのは、やっぱり、富士ワイファイのね、関連が、富士ワイファイがね、ユーザーとかね、ネットの、要は頭の悪い人たち、鉄砲玉になる、よくおじい言うじゃん、悪いやつは自分の手を使わないね、バカを使って鉄砲玉にして攻撃をさせるっていうでしょ。で、ツイッターのほら、例の件も動画にね、何個か出して、証拠は皆さんに見せてるけど、富士ワイファイという企業が直接そこのツイッターの利用者とかね、一覧者に対して元気なおじいのところをピンポイントでアドレスやって、ね、攻撃を仕掛ける。コメントで攻撃してるとは書いてないけど、もうリンク、ね、アドレスをパンってやって、パッと消して、拡散させておいて、ね、要はネットのなんとかチャンネルみたいな、ああいう連中を使ってね、おじを攻撃させていたっていう、そういうのを昔よくみんな見てて知ってるよね。で、あとは本当にいろんなところの信者もいるけども、まだそれは本当スタートしたばっかりでね、あとはいろんなところのこうインフルエンサー VS 元気なおじの戦いみたいな、アフィリエーターとのだ、アイビデオの時は別にインフルエンサーでも何でもないしね、1ヶ月間お試しで借りたけど、富士 Wi-Fi にお金払ってお姉さんまでを持ちたんで、メリットは何もないです、全くない。ただネタとしてありがたかったからやっただけでね、その後普通にね、皆さんからの応援のポイントで借りて情報で返しますよっていうことでずっと回してたんだよね。で、アイビデオは無敵なんで、どこの会社も最初は喧嘩するんだけど、もう1ヶ月2ヶ月しないうちにもう石抜けたって、もうダメ、アイビデオ相手したらもう力がないって感じでね、みんなも開け直ってこう撤退していくっていう、そういう状況になったよね。それとで、だんだんそのうち今度はアフィリエーター VS 元気なおじいってことになって、アイビデオがどうしても目の下の単行部なんだよね。なので、そういう連中がどん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 こうアイビデオを潰してこう来たっていうね、でもおじいもほらでモナワイフェみたいな感じでこう思ったら一本で一点集中型なんでね、攻撃をされれば攻撃をされるほど、いちいちバカみたいにアイビデオの動画いっぱい作って毎日とにかくアップし続けるからね、本当ね、おじいをつつけばつつくほどアイビデオ関連の動画をバーッと出して広告になるわけだからね、それに負けないって感じで、まあ、そんな感じでやってきてたよね。で、そんなアイビデオでもどん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 成長して視点も増えて、スタッフも1店舗にものすごい人数がいるようになってね、もうどん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 アイビデオのやり方はどんどん会社に会社で経費を使って人材も増やしてね、とにかく借りたいものを即座にもう1日今日からとか明日からとかってね、お店も対応申し上げられないし、もう即発送っていう、ここがもう徹底しているので、日本とは全然違うんだよ。間に合わない間に合わない間に合わないじゃなくて、アイビデオの場合は間に合わないが存在しません。間に合わなかったらどんどん人材を送る、で設備を整える、これをアイビデオはやるので、惜しみなくやるんで、会社の規模が違う、考え方が違う、インチキな部分もあるけども、仕事に対してのこのなんていうのかな、こう心構えみたいな基本みたいなものが、日本みたいなそういう甘っちょろいものじゃないので、徹底しているので、アイビデオっていうのは本当に好きな時に小回りが効くっていうね、もう最強なんだよね、今でもね、そういうところです。で、まあ、そんなこんなもあって、いろんなところが今はね、もうあれも信じられない、これもね、最初はいろんなアフィリエーターとかそういうのも、じゃあなんとか Wi-Fi、 あ、ここもダメだった、じゃあこっちがあるよ、ここが新しくできたよ、どうだろうねとかってね、もうある程度稼ぎまくって、でもうみんなお客さんから信用してもらえないっていろいろなった時に、アイビデオだよって。で、あと普通の一般のお客さんのレベルからアイビデオがあるよとかね、こういうので広がってくる。そうすると今度は
あこのアイビデオ商品を広げることによってね、お名変異症名誉挽回みたいな感じで、やってくる今までのアフィリエーターとかね、そういうところがまあ増えてくるんじゃないかなと。でその結果、まあ、このアイビデオは本当にね、そのいろんなおじいも言ってるように、どんな時も Wi-Fi とかああいうところで突然使えなくなったと言っても、その普通のレンタル Wi-Fi は今月からしか、来月からしか、一括払いだからもったいないなとかってね、考えるでしょ、表で計算すると。アイビデオの場合は、借りたいと思った時が、利用開始日なんで、アイビデオの1ヶ月っていうのは、例えば、5月の10日にレンタルね、開始希望だったら、5月の10日から翌月のね、31日が1ヶ月なんで、ね、10日まで、6月10日まで、これが1ヶ月です。だから、来月から利用で1ヶ月間使えるじゃなくて、アイビデオの場合は、最短で2日後から借りることができる。で、午前中の注文だったら、現地に浅草店、梅田店に取りに行くんだったら、午前中だったらその日のうちに渡すという、小回りが効くんだよ。だからどんな時もとかが、例えば8日とかね、9日とか、あ、使えないってなって、すぐに使いたいという時に、2日後に郵送、もしくはすぐ取りに来れば、渡せられるよっていうね、そういう状況のアイビデオっていうのは、で、こっからここまで1ヶ月間使えるよっていう、ここがね、いろんなトラブルがあった場合のつなぎで、ものすごく重宝するところなんだね、アイビデオはね。まあ、1日いくらっていうのも借りれるけど、数日借りるんだったら1ヶ月借りる方が安いっていうね。なので結局1ヶ月単位で借りると、次のところとね、に乗り換えるにしても、まあ安いし、このまんまね、こう土地で切っちゃって、こっち1日に来てから乗り換えるってもね、なんかもったいないなって考えると、人間ってまあめんどくさいからね。アイビデオの安さと、それから端を引くともう二度と使うもんかなんだけど、アイビデオでツイッター検索すると、一番最初のデフォルトで上位の方に、アイビデオに騙されたとかね、もう二度と使うもんかっていう、そういうコメントもあります。端を引くととんでもないものが来るね、当たりを引くとおにっこにっこっていうね。で、その当たり外れを、元気なおじいはずっと皆さんの口コミ情報とか、ロット情報とかね、一緒に出てこうやってたんだよね、盛り上がってたんだよね。で、今の時期ちょうどもう最後の売り込みで、これ5日前っていうと、もう5月に突入してゴールデンウィークに入ってからなんで、まあいろんな監視しても何してもゴールデンウィークみんなお休みだよね。で、厳しい目がないから、ゴールデンウィーク明けからが実際にいろんな目を光らせられる時なんで、ちょっとやばいぞとね、そのタイミングと、この5日前の亡くなったっていうのが一致するんだよね。なので、在庫が確かに亡くなってきてるよね。で、ツイッターとかそこら辺が、LINE とかがもう4月で終わっているってことは、もう売り込む必要がないっていうか、物自体の調整ももう分かってるというか、入っているっていうことになるので、なのでもうガチで物がなくなってきている今はねっていうのと、あとは表向き今はそういうふうにしなければならない時期であるのではないかなとおじいは想像しています。ただこれは仮死状態なんで、あくまでもアイビデオの仮死状態で、去年のおじいがものすごい激怒したY モバイルね、Y モバイルこの502と603をで無制限で借りていたのに、で Y モバイルは Y モバイルで、いざっていう時のために結構重宝してたんだよね。本当3日で1時間制限があって、夜も使えないとしても昼間は使えるからね。なのですごい波はあるんだけど、重宝してたんだよ。ただアップロードがね、あまりできないんだけど、でも重宝してたんだよ。後ろ突然ソフトバンクのね、50ギガに強制切り替えになってるんで、ふざけんなよって感じでね、選択肢はないのかいね、そこからね、返品するとか、だから今の値段で、今まで使った値段で残りを返金するとかね、そういう選択肢はないのか、ふざけんなよってね、動画作ったよね。で、その後に申し出る人はね、その選択肢ができるようになったよね。そういうのもいろいろある。で、今回の5月に入ってからの流れっていうのは、アイビデオはもう4月29日からの煽りがないです。LINE も含めて。
でちょっと前の動画で、視聴者様からの投稿をいただいてね、DMM いろいろレンタルを誓ってる、お客さんからね、こんなメール受け取ったよとかね、こんな内容が書いてあるよっていうことで、ありました。よいしょね。5月1日からは250ギガか250ギガが100ギガになりますよっていうことだよね。なので250ギガで契約してるお客さんに対しても100ギガになりましたねみたいなね、そういう案内が確かあったんじゃないかなと思います。なので、とにかく5月1日からはっていうのがキーワードなんだよ、これが。で、この5月1日からはっていうのがキーワードで、この5月1日に入ったらっていうのが一番真っ先に情報を出したのはここだったと思うよね。視聴者さんからの投稿なんだけど、 DMM いろいろレンタルがその何に対してもお客さんに対しての報告とか会社としてのお知らせとかで一番早いんだよね、ここが。なんでか知らないけど真っ先にこの DMM いろいろレンタル、富士 Wi-Fi から iVideo に切り替えたぐらいの、ちょうど桜 Wi-Fi が誕生したぐらい、前後ぐらい、その前ぐらいかな、中間ぐらいのところで視聴者様からDMM いろいろレンタルもあるよって、まあ他のところもいろいろあったけどもね、たくさん教えてもらった中のこれ一箇所なんだよね。で DMM いろいろレンタルも長期で借りると安いとかね、あと表だとそんなに安くなかったんだよね。で長期で借りると実際そのプランでは安くなっていくっていうね、そういうおまとめだと安くなってるっていう、そういう昔プランだったんだよね。なのでこれもだから月3410円からって書いてあるけども、1ヶ月この値段で借りれるってからって書いてあるのは、長期で契約すると 最安でこの値段で借りれますよっていうね、そういう表現になります。だって iVideo とかもね、Y モバイルとかそういうのもね、2150円からみたいなね、いいよりみたいな、そういう売り文句でやってたよね。周りがこうしてやるんだねっていう、まあ日本の都合のいいところだけどね、日本の売り方をどんどん真似していくっていうね、まあ、そんな感じだよね。なので実際にこの5月1日に入ったらいろんなところが動きが変わるね。もういち早く出したのが DMM いろいろレンタルでした、これがね。それで例えば富士 Wi-Fi はね、とにかく6月より今までのものに変わるものをね出しますよという予告をしています。で本当に出せるのかな、どうなのかなっていうね。でまあ今までの、ね、悪徳のところとはまた違うルートで仕入れるんじゃないかなとかね思うんだけど、まあ分かんないね。富士 Wi-Fi にはあんまり興味がないので、おじいもね、なので興味があるのはやっぱりこういうiVideoとかね、そういうところだよね、周りの動きだよね。であとね、4月の後半にね入荷予定ですとかして、もう普通に再開してる業者さんもあるよね。で5月に入ってから6月分からの受付を開始しますという予告してるところもあったよね。なのでこの全体的な業界の流れから見るとまだまあ、決定事項なんだよね。仮の状態で決定事項としてもう各種業者は5月はいろんなものが厳しい状態に変わる時期で、そこのところを乗り切るために臨時でっていうか、それでもなんとか仕入れてやるグループと、ここのところは飛ばして6月からグループとあって、あとはちょっとね、お前悪いやつだからってね、今弾かれてるところとね、だこの弾かれてるところは商売ができなくなるからここで畳むところも出てくるし、もしくは違うところを探して、
ね、あの今までのいい条件がないあの原価もっていう。だからここはなんで、困るか畳まなきゃならないかというと、その悪い特定の悪い代理店があって、でここは本来100人分のカレーしか仕入れてないのに、ね、あの1万人分10万人分してあのチケットを売っちゃったもんだからね、そのこうかね、北野武志インドカレーみたいなところだと、この北野武志インドカレー1杯売ったらあのいくらだよってちゃんとお金払わなきゃならないでしょね、権利があるわけだからね、あのフランチャイズとかのれんわけとかね、要は利用料っていうのを払わなきゃならないでしょ。でそれを100人分ね、カレー粉を仕入れましたよ、北野武志インドカレーのね、カレーを100人分仕入れましたよってね、であの100人分の代金払いましょうということで、そこのお客に対して、今度はそのカレーをね、100倍1000倍に薄めて、ね、で1人前いくら、おいしい北野武志インドカレーだよーって言ってね、あのいろんなところにばらまいたことだからね、でいや こんだけね何百人分でいくら、通常ねカレー1人前500円のところね、いやいや、まあ、あの1000人分までまとめてね、10枚入れたわみたいな、そんなに安くていいのみたいな、いや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 って、足りなかったらいくらでもおかわり追加するから、もう今だけだよ、お宅だけだよって、いやありがとうみたいな、だあの実際に安くはないんだけども、お安い仕入れで、とんでもないものをこう仕入れていたっていう、これはだからいろんなところに社と同じように言って、原価が100人分しかないカレーをね、実際たくさんあるように見せかけての薄めたカレーでね、あのちゃんと美味しくないカレーをこうやってあのいっぱい売りつけた。だからこれからスタートした味を占めちゃったレンタル Wi-Fi 業界は、この原価ありきでこれで売ってこんだけ儲けようっていうね、あの花火さんの話あるように2000万の投資で月5000万っていうね、それを計算していたわけなんだよね。でも実際問題はお金を払ったらいいものの、このカレー薄いじゃねえか、まじいじゃねえか、おいどうなってんだっつってね、こんなびしょびしょのカレーって言いながらお客さんからクレームが来る、おかしいなみたいな感じで、お前これよく見たらお前底上げじゃないかって、カレーのお皿こんななってるけど真ん中こんななって、揚げ底じゃないか、下げじゃないかって、こんなあの揚げ底でご飯粒に見えてて、あの揚げ底だらけでカレーがスーッただけで、こんなのあのスプーン3杯分しかないじゃないか、詐欺だーってね、あのこんなようなことがバーって一斉に起こっちゃったってことなんだね。ほんでやっぱこれに対してはいろんなあの調査とかペナルティも入るし、一回ここの危ないところはもう全てストップするにしても、他のところにいろいろ幸せいくのがあるよね、本当ね。そういった意味で、でその今までの契約の ものとかそういったものがあるけども、それをどうしようかね。で要はIBDの場合 Y モバイルとかああいうのが減っちゃったのは、ソフトバンクのね、50ギガぐらいでどうって、ってことは Y モバイルの使いたい放題のあのプランは、ソフトバンクの回線のしっかり使える回線の50ギガプランと同等ぐらいの価値しかなかったってことなんだよね。ここのところ皆さん気がついてる？だソフトバンクの50ギガっていうと、なんとか放題というと、まあ、大体8000円ぐらいだよね。で、この対象のやつは、ノーカウントね。で、それでもノーカウントじゃないやつが50ギガ使えるよって。で、大体お一人様で入って、光回線も入ってないし、ね、家族も入ってないっていうと、一人8000円ぐらいだったよね、確かに。税込みだと面白くいくよね。で、大体、まあ、通話プランとか、ね、基本料金が入ってるから、まあ、大体、それを引くと、Y モバイル の, あの使いたい放題のプランと50ギガのプランと、まあ、大体同じぐらいの価値だったんだなっていうのはね、なんとなくこう見えてくるよね。でその他に今使ってるお客さんのものを突然ねカレンダーワールドみたいに切ったりとか、そういうことは通常できないよね。なのでここの DMM いろいろレンタルね。で、ここも書いたように、仕入れ元からこのようなね、内容が来ましたということで、あらかじめ前もってちゃんと来てるので、普通そういうものだよね。
突然勝手な判断で切ったりとか制限したとかしないもんなんで、なので DMM いろいろレンタルは仕入れてる代理店から大変申し訳ないけどこういう影響があってね、現在の100ギガ超える250のプランが100にさせてもらいますねということで、一定期間をちゃんと挟んで1日から5月1日からはこうなるよということで月で締めてるんでね、そういうものをお知らせして、で DMM の方もお客さんに対してね、もう早急に予告をしてお知らせをしたと。で、その保証については選択肢があるよということで、ちゃんとした企業としての対応をしたっていう。で、まだここから仕入れてる代理店とこの DMM のこの会社の企業っていうのはまだまとも VS まともね、ちゃんとしてる&ちゃんとしてるとこなので、なので何の、まあ、話題にはなったけど炎上はしてないよね、トラブルにはなってないよね、そういうことで、いろいろこうスムーズな切り替えができています。でこれが基準になってるんだね、本当はね5月1日から大きな基準になっている。なので、どこを見てもソフトバンクと他のどこだっけ、ユーダかなんだかこう選べるんだけども、ソフトバンクのところを見てももうすでに、ね、下もザーッと見てもマックス100ギガのプランまでになっています。これはね、これはもうあらかじめもう皆さん分かっていることなんでね。であと、まあ、ここら辺のプランに100ギガないよっていうとね、やっぱ売れちゃうよね、どうしてもね売れてしまう。であとはいろんな調整がある。なんでかっていうと、とにかく観光客が今いないでしょ。でアイビデオは旅行客用にもともと貸すね、また貸しをするっていうそういう会社なんで、全国展開してるのが、全国というか世界にね、いろいろ何カ国か視点も持ってるし、いろんなとこのやつやってるね。まあこれもだから世界130何カ国とかってね、こういったものも扱ってるわけなんで、どん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 その旅行向きのものを事業を大きく展開中です。その中で日本国内だけ、日本国内だけだよ、世界の通信網はコロナだからってそんなの見たことがないよね。日本国内だけコロナコロナコロナって言っておかしなことになっているっていうね。でそのおかしなことになったっていうのが、この代理店の仕業、一部のっていうか特定の代理店の仕業で、こうなっているっていうね。でソフトバンク自体はコロナの影響でね、通信使う人がいっぱいいるからっていうけども、その通信いっぱい使うからといってもまだまだ全体半分も仕方ないというね、余裕な状態だよっていうのは花火さん情報とかね、そういうところから出てきている通りだと思います。もし万が一なんかあったら緊急のために確保しなければならないとかね、そういったものもしっかりと責任があるらしいので、そういったものももうパックしてるようじゃもうなくなっちゃうからね、会社自体がね、そういうものだと思います。で結果的にアイビデオからラインナップがなくなったけども、今使ってるお客さんはどうなんだっていう不安があると思うんだよね。で今使ってるお客さんとかその商品ラインナップ自体が表からは消えてるけども、アイビデオはお得意のいつものね貸し状態なんでね、あアイビデオお前とこいいだ出てくる、いやいやあるよ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 、また出てくる、私死んでまーす。何かありましたか。あれ、アイビデオ、ライトアップないな。よし。ありがとう、ありがとう。売ってるよ、売ってるよ、売ってるよ。みんな借りてー。やっぱりやってるじゃないの。死んでまーす。みたいなね。この貸し状態。これをもう、もう昔、お得意なんで、これね。ほんと、お家芸なんで、アイビデオの。なので、これを見せることによって、アイビデオってなると、またちょっとポロンって出した時とか、あとあまり人気がないやつとかね、そういうものがポンって、あといろんなメールとか、何とか、それでポンって出した時に、うわぁ、アイビデオがなんか今だったら借りるぞみたいなね、それがまた拡散されて、どん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 こう、ね、うまくやっていくことができる。ただこの今、観光客がいなくなってしまった、今、ね。で、大量、大食いの、ね、お相撲ユーザーたちが、
今求めてる中ね、結局どうなんだ、そのお相撲さんユーザーもどうなってくるのか、ああいうとこから追い出されて、相撲部屋追い出されて行くとこを探してるわけだ、大食いのお相撲さんがね。でも在宅ワークなんかで就職な方たちも求めてるのも確かなんだよね。なのでね、アイビデオのところもいろんな方がまあ借りてるだろうかね、お相撲さんは限られてると思うから人数がね。なので在宅ワークの関係でも、まあ、物がなくなっていくっていうのはありなんだけど、その大食いの方がいるわけで、就職な方と大食いのバランスが取れてれば全く問題なんだけど、その就職な調整っていうのが観光客の、ね、日割りのやつで寝かしてる端末とかが多いから、だから実際にはたくさんの方に貸しても、ここで持ってる量の数がもうちゃうので、だからアイビデオが契約しているっていうか、代理店とに払ってるお金とこんだけの契約でってやってるのがちょうどうまく余裕でバランス整えてるんだよね。であと海外ってさ、結構ケチなところはケチなんだよ、すごくもう徹底的に節約するんだけども、何かの目的の達成のためにはもう惜しみなく経費を注ぎ込む。日本と真逆なんだよ。日本は経費を節約してそこから利益を絞り取ろうって考えるんだよね。で中国でもなんでもそうじゃんね、葉っぱじゃないでしょやることものが、もうあっという間に日本は美味しいこと、日本よりも全然未来の国になってるでしょ、中心部はね、葉っぱじゃないんだよやることが。とにかくいろんなものをこれはって言ったらパーンってやるんで、だからこのアイビデオもね、ここは台湾なんだけども、考え方がね同じなんだよ、ね、ただ日本だけが特別変な考え、まあみんなアジアみんな変な考えだけどね、中国は中国、北朝鮮は北朝鮮、韓国は韓国、台湾は台湾って感じでね、違うんだけども、では台湾だけはものすごい親日なんだよね、お国がね、すごく台湾は結構戦争の時もね、もう日本バカ野郎でもいいのに、台湾はものすごく日本を大好きで言ってくれるっていうね。で日本ももっと台湾を大好きになればいいのに、日本はなんかちょっとおかしな感じなんだよね、国がね。もっと もっと台湾と友好関係を持って、もっともっとこうがっちりとしていかないといけないと思うんだけどね、個人的にはそう思うんだけどもね、まあ、友好関係はあるんだけど、もっとさらに強化はしないとと思うんだよね。量の問題に関しても、問題に関しても、まあ、いろいろあるかもしれないけども、でも、もっとこうちっちゃいところなんだからね、もうちょっとこう日本がこう台湾応援して、でもっとさらに強固な体制組んでいった方がいいと思うんだけどね、まあ、それはそうとしてね、アイビデオとまたお話が違います、これはね。で、まあこれはもうね、ちょっとの間今貸し状態なんで続くんじゃないかなと思うよね。で DMM は5月1日から何事もなかったように大有料プランがただなくなっただけで、普通のプランは普通にやっております。で供給もね、ストップすることもなく DMM はちゃんと運営しているよね。なのでいろんなものが影響があって、ソフトバンク母体が動いてるから、いろんな代理店、いろんなところに今全てに影響が来てる状態なんだけど、この悪い代理店が絡んでなければ、結局 DMM みたいに一部のものはね、調整はしょうがないにしてもね、大元が動いてる指令だからね、でもそれ以外のもののひどいことにはならないってことです。なんで今回ひどいことになったっていうのは、だから一部の代理店から仕入れていたところが悪い販売業者もあれば、カレンダーワールドみたいにもう本当にかわいそうって同情するぐらいのね、そういうところもいっぱい絡んでいたというわけですね。でなんとか Wi-Fi の場合はね、もう他のところここから来ないんだったら他のところでね、今みんなストップしてるんだから、まあ、ちょっとでもね、善意にしよう、じゃあ半分のね容量で、いや売れるかな、売れないよな、自分だったらこんなの借りねえよな、どうしよう、よしじゃあちょっと経費をかけて宣伝しようでね、
そんな感じでね、そこのところの行動力はでも、素晴らしいよね。何もやらないストップするよりはあどうにかしようっていうね、そこのところはもう立派だよね。でまんまとね、まあ台数300台なら300台で用意をして、膨大な利益が出るわけでしょ。50でね、今までと同じような値段だったら多少仕入れがかかったにしても、で十分広告費でを払ってもペイができるよねっていうね。ですぐにまた何事もなかったように普通のものが入ってくるので、まあ、本当にあのこの期間のやばい、ここがパンクしてる、どうしよう、今月儲かんねえじゃねえかって、ここだけ乗り切れればっていうね、企業ってそうだよね。だからこう穴が開かないで、ね、なるべく打撃を少なくお金を、ね、確保するためにはどうしようとかね考えるわけだろう、これはね。であとはあの羽根さんが言うようにね、ノルマね、ノルマ、代理店のノルマっていうのもあったりとかね、販売店の方も次から次とね、そういったものがあったりすると、これすごいことになるよね。大変だよね、ノルマノルマノルマ。おじいもね、本当昔は営業とかね、飛び込みの営業とかね、えしゃべってもうすごい嫌いなんだよ飛び込みが。おじいが好きなのはよくほら、酒屋さんとかね、サザエさんに出てくるような三河屋さんみたいなとかね、うちにもね、よくで昭和の時代はみんな、お米持ってきてくれたりとかね、とにかく酒屋さんが、いろんなものを持ってきてくれるね、頼んで、であとお米屋さんね、お米を持ってきてくれるね、もういろんな何屋さんというのがあるよね。あと売りに来たりとかね、お豆腐屋さんとかね、いろんなものを売ってるよね。お刺身、ここら辺だったら海の町なんでね、魚も売ってたしね、おばあちゃんが屋台引いて、いろんなそういう時代だったのでね、まあそんな話はどうでもいいか、そこからどうつなげようかね。そんなわけでね、この、まあ、アイビデオの話にちょっと戻すと、これはまあ今ソフトバンクが今消えた、そしてこのまあこれソフトバンクも入ってるんだけど、ないわけではないし、今までのものは使えるよっていう、だから今までのものが使えなくなるかもしれないっていう、そういう噂もあったもん、事実なんだけど、確定して安いものを売る前振りの道具にしてしまうって、これは我の中の我だなってね、それを前座で出汁に使ってこれを売るっていう、SF 商法と同じだよね。ここで不安を煽っておいてもうないんだよってね、こうなっちゃうよ、で緊急で用意したよ、他売ってないよねってね、本当ね、それを利用するっていうのはすごい根性だなって思うけどね。まあ、そんな感じで今まで使ってるお客さんはそんなに不安がらなくてもいいです、ね、突然使えなくなってしまったとかっていうことはないです。ただ制限されちゃったりとかそういう不安はあるよね、ないわけではないよね。で今一番問題なのが元気なおじのところで言うとモナ Wi-Fi で、モナ Wi-Fi はこのね悪徳な安売りのね、この代理店から仕入れないでやってるので、まあ、全く影響はなかったよね。で、まあ、全く影響はないけれども元気なおじので今日もコメントで対応したんだけども、忙しくてミスをやらかす、本当ミス、過去に2件か3件ぐらいおじいのところに報告があったんだよね。商品を発送する、ね、でルータープランとかよく今回もルータープランだったんだけど、おじいがコメントでオープンで対応してるんだけど、届いた2個ねあって、で1個がどうしてもねこの表示になって使えないってね、電波は拾わないんですよっていうから、設定ミスじゃないのはもうすぐ分かるんだよね。今までの前例とおじいの経験から言うと、その SIM のね有効期限が切れてしまってますね。でそこのところをね確認次第でおそらく
送っちゃったと思うんで大変申し訳ないんだけどね、今連絡してもらってで、休み明けのね、何日後までに来なかったら言ってねって感じで、したらね、あもう連絡ついて、ちゃんと対応してくれましたってことで、で叱れなかったね、あれもあるんで、まあ、ちゃんと調整もしてくれたよっていうことでね、もう名前が良かったってことでね、お礼のメールも今日来てました。本当ね、安心したけどね。なのでそういうミスもねあるんだよ。でミスもあるんだけども、やっぱりお客さんの立場になってね、赤い血が流れる対応をしてくれてるんだけども、でもここの絡みのね、制限はないにしても、ソフトバンクから全代理店に対して今は目を光らせて全部チェックに入ってるっていうね、そういう状態になっちゃってるので、ちょっとそこのところ、まあ、そんなに悪いことをしてないけども、まあこういう商売そのもの自体がね、まあ、ちょっとこうグレーっていうか、民泊 Wi-Fi に関してがね、まあ、ちょっとこう緩和されましたって言ったのがちょうど3年ちょっとぐらい前の話で、まあ、そこのところがまあ大きく緩和されたのも事実なんだよね、いろいろね。でこういったものがこれからまあ増えてくるよみたいな、ライブでも増えてくるよみたいな、そういったものがあって、まあ、そこ自体はまあ、うまくね、まあ、暗黙の了解でやっていたんだけども、今回はとんでもないことをやらかしたというか、ね、ある程度の権利を持たせておいたら悪いことをしたっていうね、まあ、要は造幣局に勤めていて、管理はちゃんとしてるはずなんだけども、 お札をね、もうどんどん懐に入れて持ち出すことに成功してしまったっていうね、こういうことなんだよね。であと逆に、お札のナンバーね、必ずお札には投資ナンバーがあります。同じものはね2個ないですよね。でなんだかの皆さんの情報を見てると、そういうなんかね、こう関連事件ができるのか、このお札同じ番号のお札が作れるのかって、それは作れないよっていう、そういうものは、なんかいろんな会話を見てると詳しい人同士のそれはできないらしいんだけども、 これに関連した何から始まるものはこのグループでみたいな、なんかこの番号見れば分かるよねとか、なんかそういうのがなんかできるらしくて、あーってね、まあ、業界の人じゃないと分からないようなね、そういう小細工っていうのが できるシステムがあるんだよね。それをね悪用してしまったがために、今回は他も巻き添えを食らってしまったっていうね、まあ、本来だったらこの悪いとこをしたところだけね、全部剥奪するなんなり全部消して、ここの普通の悪くないお客さんは他のところにねこう分散すれば丸くおしゃべる、これが普通のね、普通のありきたりな企業の対処の仕方だと思うんだけど、ソフトバンクの場合はやっぱ違うってことなんだね、本当はね。で、ソフトバンクも商売だからね、表向きの契約があって悪いことをしたらね、お前クビだじゃないんだよね、落とし前しけどってね、しっかりと。で、こう、もうクビにしてい、いなくさせるよりはね、やっぱり貴重な奴隷だからね、罰は罰ね、いろんなペナルティがあってね、でまだここから働かせてね、上納金を取るっていうね、そういうやり方だよね。企業っていうのは悪いくず難しく企業っていうのはもうお前はいらない、顔も見たくない、ペンって切ってね、収益が他に分散されてね入ってこないよりも、とにかく使うね、どんなことがあっても使うね、とにかくもうどんなにねダメなものでもね、動かしていればね、上納金が入ってくるんでね、まあ、そういうものがあるからね、まあ、だからその痛いペナルティが解けるのがね、とか、まあ、いろいろあるのが、まあ、6月からはなんとかとかね、そういう、こう時間稼ぎのところもあるだろうし、ね、うん、ね、すまんの、こんなことも、いやー、いいですよ、その代わり、この期間が
分かっておる。ただしすぐにはわしもちょっと目をつけられてるからの、すぐには大丈夫でございます、そのうちでございます、話が分かるやつよの、長いお付き合いですから、見たらね、こんな感じだと思うよ結局ね。なので、今はバタバタしてるんだけども、長い目で見ると、茶番みたいなもんなんでね、末端のお客さんから見たら茶番です、これはね。で、内部のゴタゴタがね、結局ね、身内のゴタゴタなんで、これはね。だ本来は普通に販売して契約をしている販売店さんとお客さんには何にも罪がない、全く関係がないっていうね、そういうお家騒動に巻き込まれるっていうのがね、根本的におかしな話なんだっていうことなんだね。はい、そんなわけでね、iビデオのラインナップが今のところね、なくなりましたね。もうiビデオといえばね、カメレオンといえばiビデオなんでね、もう今はもう貸し状態でポーポーってこういう状態をね貫いております。でiビデオの場合すぐに話題になりやすいしね、すぐにチクられるんでね、なのでいろんなものがね停止していますね。でまたね、そのうち動き出すと思うよ、本当。とにかくね、iBideo のとにかく気合と根性、方針、すべてもう手に取るに分かるのに転ばないよ、絶対ね、転ばないよ。なので多少の砂利道、でこぼこ道でね、あれこの道で合ってんのかな、アスファルトの中でね、道はあるね、目的はあそこだ、進めって感じでね、いや木が倒れて川が来たよってね、大丈夫、乗り越えればまだ先に道はある、進めって感じでね。でいよいよね、ドーンってね、崖崩れちゃって道がないよってね、じゃあちょっと木を切って渡るのにね、ちょっとじゃあ一回休憩して木を切ってここに橋を作ろうってね、今その段階だね、これね。でも全く心配はないと思います。で、あと物事何でもそうなんだけど、ありがたくなったらどうしよう、これがなかったらどうしようの時に言った話なんだけど、今この現段階のこの状況の中で、これがこうなったらどうしようって考える人もいるんだけども、その時はない新しいものが未来には誕生します。いろいろね、いろんなものが誕生します。なので、例えばいろんなところでね、今この状況でいやこれを2年まとめて待てればもっと安くなるの、あじゃあお得だよね、じゃあ2年入っちゃおうってね、こう入るときはこうなんだけど、その2年の間にいろんなものが出てきて、もっといいもの、もっと新しい技術で、もっと男なものがあってきて、うわー悔しい、これが出るって分かってればいやーもう2年入っちゃったんだよねって方が結構多いでしょ。最近の出来事で言ったら、読売ジの F2 だよね、F2、 うおーこの値段でかっちょええー、こんなスペックすげえじゃんってね、予約をした。でも手元に来たのが4ヶ月後、その4ヶ月の間にね、これが出た、うわこれいいのが出たな、こっち欲しいな、でも普通頼んじゃったし、えこれも出たの、うわもうよりどいみたいな、えこんなのまで出たの、うわまだ普通来ねえよ、もうなんかもうこっちもう欲しいの冷めちゃったよみたいなね。だからこれを知っていたらこれがなかった、ね、だからこういうことがまだあるからね、たくさんあるからね、本当ね。クラウド型だってそうでしょ、どっかが1個出てきたりしても他のものが次から次と出てくるなんてことを想像していなかったでしょ。だからその時には選択肢がまた変わってくるってことなんでね、今ギャーギャー騒いでも何も始まらないっていうことですね。元気なおじいとしてはその他のところのね、とばちりで、モナ Wi-Fi がなんかないことをもうただただ祈るだけですね。一つだけ言えることは、万が一何かの時があっても一番最後までね、こう例えばこう船がこう転覆してこうやってブーブク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 ってこうやって沈んでいくでしょ、この時にモダ Wi-Fi はここの部分だよっておじいは言ってんだね。ね、でクラウド型 Wi-Fi はここなんだよね。で富士 Wi-Fi でしらここら辺なんだよね。
なんで今回は転覆するぞーって時にね、クラウドワイフがボコ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 して、で富士ワイフがボコーってしててね、でこうプカーってあとで浮いた状態、モダワイファイだけが何事もなかったようにね、プカーってこう浮いてる状態で、このまんまこのまんま漂流してくれるのか、ボコンって沈んじゃうのか、そこのとこだよね、ほんとね。だ最後の最後までちゃんとね、生き延びることができている、ね、モナの箱舟 ね一応この先端に今ねいた方はね、ああモナのおかげでよかった、助かったよってことで、一応モナの箱舟がこうやって来てくれたからね、あみんなこっちだよ、よいしょよいしょってね、モナの人たちはみんなモナ選んでしたり、みんなこにぎてね、でモナの箱舟、ね、わあ助かったよ、ありがとう、ブク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 ってね、 今この段階ブクブクブク、今これね、なんでモナがね、わあ助かったねって感じでね、今この状態なんだよね、うん、ここからね、無事にどれぐらい漂流できるかなって話だね。どっかちゃんと島にたどり着いてくれればね、OK です、バンバンズラですね、もう心臓バコバコだよね、ほんとねはい、そんなわけ で、あと今のところね、クラウド Wi-Fi 以外のところでモノ Wi-Fi も含んで100ギガ以上のものがああなったこうなったっていう情報があんま入ってきてないよね。全くないわけではないけれども、そんなに炎上するような、ね、クラウド Wi-Fi の悪い代理店がやったような、そういう状況にはなってないよね。今までにありがちな、うっかりね、これぐらいでなっちゃったみたいなのがポツンポツンってあるぐらいで、まあ、そこのところはないみたいだね、なんとなくね。で、あとは、i ビデオに、今回 i ビデオの話題なんで、i ビデオに関して言うと、i ビデオの場合は、もともとはその、当たりと外れのロットがあるので、正直その時の契約が違うので、なので、本当にいきなり動画視聴制限がかけられちゃってる無制限のものもあればね、100ギガしか使えない900ギガのプランもあればね、いろんなプランがあるんで、ちゃんと使えるものもあれば、ちゃんと使えないものも、こう、もう入り混じってるのでね。で、あとはジジとババサマリアで言ったらね、充電端子がもう破損していて、充電ができないジジ、ババとね、電波をしがまない時事があって、それもぐる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 待ってた時期もあったけどね、今どうなんでしょう、ね、そんなわけで、元気なおじいとしてはこの i ビデオ、ここはねちゃんと使えないものはいっぱい爆弾はある、ちゃんと使えるものもあるけども使えないものもあるね、これはもう前昔から言ってるんでね、そこのとこのいまいち信頼性がないっていうね、おじいもその信頼性がなくてバタバタしてるし、ヤスリの方向転換も終わっちゃったしね、裏メニューもなくなっちゃったし、何ももうアピールするものがなくなっちゃったんだよね。だからiビデオに代わるものとしてちゃんと良心的な、ね、やってくるところないかなって探してるところに、これから一緒に作りましょうって言ってくれたのがiビデオ、モナワイファイだったんでね。だからスタートするのは1ヶ月後、ねでその間にガンガン好き放題ね、どんどんご指摘くださいってね、それがモナワイファイの姿勢だったんでね、で、まあ、一番気になるこの信用がない信頼がないね、でいろんなことをこうごまかす騙すね、で人によって対応が全然違うね、でだから直接お店まで乗り込める県内の人はいいとこなんだよ、i ビデオはめちゃめちゃいいとこなんだよ、で直接お店に乗り込めない人は恥じりをつかまされる可能性が高いので、よっぽどの根性がないとね、返金にしてもプールに戻っただけでそこで使いなさいって勝手に自分で思い込んじゃうし、ちゃんと銀行に戻してくださいってね、クレジット会社に戻してくださいって言うとちゃんとやってくれるしね、そのちゃんとの足の元でやってもらうためには何度も言わないといけないし、でその言い方がきついとカチンときてね、ブロックされるんで、
だからそこのところ相手を怒らせないようにうまくやらないといけないよっていうのをね、過去に何度も動画を作っているので、気になる方はね、またいろいろ検索してみてくださいね。そんなわけで、iVideoからはラインナップがなくなってしまった。ソフトバンクを扱っているもの自体、そのもの自体がなくなってしまったというね、お話になりました、ね。投稿いただいた佐々木亮介さん、ありがとうございました、ね。今回の動画はね、面白かったよとかね、社交になったよって方がいたらグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。もうおじい のこのチャンネルの動画はね、すべて元気なおじいの存在も含めて、もちろんバーチャルの世界ですね。本当ね、ノンフィクションのね、空想のシナリオなんでね、これを真に受けてね、いろいろ考えたりしないようにね。であとはそんな空想の世界もあるんだなと思ったらね、あとはその空想の世界を軸にしながらいろいろね、賢く行動するのも自由ですね。あくまでもバーチャルの、おじいの存在もバーチャル、この世に存在しないよ、本当にいると思うでしょ。最新鋭の CG です、おじいはね。3D です、おじいね、アバターなんでね、なので存在していません、空想の世界です、ここはね。はい、そんなわけでおじいでした。またね、バイバイ。